どうも、劇団小林アルトの店です。わしのです。はいはいはい、はい、この車を語る、語ろうわしの編ですけど、はい、まず F1 とはみたいなのを喋ってもらって、はいはい、で今度はあれだな、あの、まあ、F1 のスポーツ性を喋ってもらってね、ね、あのドライバーがどんだけすごいかとか。そうそうそう、だからまあどちらかというとフィジカルなとこを話したけど、はいはい、今回はまあチーム、まあ、マシーン、そうだね、本格的に観戦するならそこ知っとかないといけないから。そうそうそう、やっぱドライバーの勝負がメインではあるけど、チームによってね、そうだね、それも結構個性が溢れてる、うん、それについてちょっと今回触れていこうかな。そうだね、だからプロ野球だったら6球団6球団12球団で、まあ四国アイランドリーグとか、まあそこら辺も知っとくと、うん、まあ、多分それが F2 とか F3 みたいな場所になるんだろうね、うきっと、うん、そっから勝ち上ってもで、そこのね、こう選手とかチームのその雰囲気とか、そうね、そういうとこも知っとくわけだから、それを F1 は10チーム、はいはい、そう10チーム覚えたらいけるんだから、結構少ないですよね、こう考えてみたら、ね、でしかもあれでしょ、神3でしょ、神3がいる年間で 2,3 回しか取りこぼさない、その優勝分け合ってる3チームがいるわけだから、今いるわけですね。うん、そこまでギュッと絞れたら僕たちだって終えるんじゃない。そうそう、注目していけばね、うん、まずね、 F1 チームって大きく分けて2つ種類があるんですよ。1つがワークスチーム、うんうん、でもう一つがプライベーター。プライベータープライベーター、ワークスチームとプライベーター、うん、まあ簡単に言うとワークスチームっていうのは自動車メーカーが運営している F1 チームなんですね、うん、まあ資金も潤沢で、まあ設備も整ってる、うんうん、まあ整ってるのも何も車作ってる、そう作ってるから、うん、もう車体もエンジンも全部作ったりしてる、本当に車を売るためにまあ F1 に参戦してたりだとか、そういうチームがまあワークスなんですね、うんはいはい、でもう一つがプライベーター、うん、そっちだ、そっちはじゃあ何だって話でしょ、まあうん、こっちが、まあ、どっちかっていうと多いんですけど、うん、もう反対ですよね、ワークスチームの。もう自動車メーカーとは関係ない独立した企業が、まあ、やってる、ああチームを運営してる、そう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 、まあ、だから車を売るためとかじゃなくて勝つためのチームを作ってる、そう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 、いわゆる僕たちが思うスポーツチーム、うん、車を知らないスポーツチームはもうプライベーターだと思ってもらったらいいわけだ。まあそうですね。そう。だけど基本的には。ああ、だからそこが、モータースポーツというか、この車の面白いとこだよね。そうですね。やっぱ、車を売るために、それで勝負ができちゃうっていうのが、やっぱ、そうなんですね。だから事業部があるんだろ？だから、例えばトヨタだったら、あ、トヨタにレース部みたいなのがいるでしょ？そんな感じですね。もう、車売ろうとか、みんなに車で幸せな社会を作っても、作、ね、営んでもらおうじゃなくて、速い車を作るっていう部署があるんでしょ。トヨタだとトヨタガズーレーシングとか、あ、なんかチームで香川がここでブーンとかやってたよね、香川ガズーってなんだとかそんなんやってたり、ルノーだったらルノースポールとか、はいはいはい、いろんなそういうスポーツ専門の分野があって、その中で F1 チームもやってるみたいな。面白いね、それとそのプライベートで普通のいわゆるクラブ運営してるところが同じサーキットいくんだね。そうですね、だって買ってんだろ、プライベートの人たちは、その車屋さんから。うん。もう、シャシーとか、その車体自体は、F1 チームが絶対作らないといけないんですよ。あははは、うん、ただ、エンジンってね、なかなか作れないんですよ、ね。そりゃそうでしょ。車メーカーだと、うん。なんで、エンジンは他のチームの、うん、その作ってるところを使ってもいいよっていうのがあるんですね。うん。うん、なので、うん、まあ、メルセデス・ベンツと、フェラーリ、うん。うん。フェラーリ速そう。と、ルノー。お、ルノー。で、ホンダ。この4つが今、うん、エンジン作ってて。4つしかないの？そうですよ。10チームあるのに？10チームのうち、まあ、4チームのが、まあ、そのエンジンを作ってて、それを、まあ、いろんなプライベーターが使ってるって感じ。なるほど、なるほど、なるほど。そんな感じなんですよ。ああ、うん、そう、わかりやすい。その中にホンダあるのすげえな。そう。ホンダは、すげえな。今のところ2チーム。すごいじゃん。すげえじゃん。まあ、それが、後でまたね、紹介しますね。関係あるんだ。うん。その、今のエンジンってどうなってるのかってことなんですけど。そうだね。まあ、エンジンってどうなってるのって会話、ごめん、ね、そんなに乗れないかもよ。あ、そうなんですか。エンジンはエンジンだと思ってるから。うん。でも、今のエンジンって、エンジンじゃないんですよ。ほらほら、もうこういうこと言い出すやろ。ね、はい、ほらほらほら、あの好きすぎてもう説明が下手になってるパターン。ああ、そうか。何？エンジンが？エンジンじゃない、今ってパワーユニットっていう、うん、いやだから分からん言葉に分からん言葉になる。エンジンってガソリンを燃やして、そうで燃やしてタービン回してそれでエネルギー動力にしてんだろ。そうそうそう、今の F1 のパワーユニット、まあ、エンジンっていうのは、うん、ハイブリッドになってるんですよね。ほらほらほら、ハイブリッドって言葉聞いたことあるけど、ぶっちゃけ分かって言ってないよ。ああ、なるほど。ガソリンエンジンっつったら、ガソリン単体でそれを燃やして、ボマルって言ったあれを、そうそうそう。ってしたら、これがエネルギーでしょ。そう。で、ハイブリッドってのは、それに
電気エネルギーでアシストしてやるっていうエンジンなんですよね、要するに。ああ、だから電気自動車の部分を入れてるやつはハイブリッドっていうかね。そうそうそう、モーターの力とか。そうそうそう、うん、そんな感じ、うん。それが今の F1 のパワーユニットなんですよね。電気使ってんの？そうそう。普通の市販車とは違って、うん、ブレーキの時の運動エネルギーとか止まるための力を、うんうん、今まで無駄になってた力を電力に変えてエンジンをアシストしようっていう。すげえ、ま、ほんと？もう F1 も一応スポーツとはいえやっぱエコも考えないといけないということで、うんうん、合理的になってるんでしょ。そうそう、効率をすごい良くしようということで、うん、で2014年からそんな感じになったんですね、うん、なるほど、そういうのを入れていきましょうというか、うん、なんならそれまではじゃあ電気使っちゃダメだったの？まあそれちょっとあの限定的には使ってたんですけど、うん、本格的にハイブリッドになったのが2014年以降。なるほどね。これはだあれだ、卓球で言ったらね、40ミリボールになった時の衝撃だよ。ボール勝ったらだいぶだな。38ミリが40ミリになったよ。2ミリの違い？2ミリの違いと思うやろ。俺が中学校の時に変わったんやけど、うん、まあ言ったら引退して受験終わるまで、まあ適当に打とうかったらもうボール変わったわいと思ってボール買うやん。はいはい。38ミリが40ミリになったんやけど、うん、スモモかと思ったよ最初か。で、そこでやっぱりアジャストできなかった選手は引退が早まったり、そこで日の目を見たプレースタイルだったらあったりしたけど、そう、それがだから2014年っていうのはじゃあこれポイントになるわけだ。そう、大変革が起こって、で上がったチームと、うん、ちょっと落ちぶれちゃったチームとか分かれちゃったんですよね。やっぱ一緒だねこれね、うん、でも結局このルール変更ってさ、うん、何でもそうじゃん、こうすごい突き詰めたら、うん、もうみんながデジタルなもうじゃんけんというかくじ引きみたいな勝負になるところをルール変革でみんなにこう変革を求めて、うん、まあ、チャンスがね、そうでこうさせる、この部分が2014年、最近じゃない？そう、ほんと6年前に起こって、うん、それ以降に圧倒的な強さ、まあ、うん、ちょっとこれからね、うん、1つずつチームを10個やるんだね。まあ簡単に、ね、大丈夫か、もう俺ら7、8分喋ってんぞ。やべえな、まあ編集もありでやってみます。1チーム1チーム2分ぐらいっていけんのね。いけますね。初めの1チーム目が、うん、まあメルセデス、なんか先週言ってたよね、うん、AMGF1 って言うんですけど、うん、これが今の現行規定、その2010年からの規定の中で最強のチーム、うん、なるほど、うん、乗ったチームね。そう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 、うん、高級車のイメージあるじゃないですか。ぶっちゃけね、速いイメージないないと思うんです。走ってるとこでオーベンツだっていうよりはなんかちょっとね、お高めな家のとこでオーベンツ止まってる。そうそう、そんな感じですよね。速さじゃないな、うん、なんか丈夫なのかなとか思ってた。まあこのメルセデスはその2014年のハイブリッド規定に、うん、まあ前々からちょっと目をつけてて、いろんなまあその政治的なあれも含めて、うん、一番もう乗ったチーム、うん、で2014年以降2020年まで、うん、全部チャンピオン取ってます。ん？あ、年間でみたいなのがあんだ。そうそう、まあ1年間でもイヤーバトラーみたいなやつを全部取ってんだ。そうそうそう、まあドライバーも頂点決めますよ。で、うん、チームでの頂点も決めますよ、うん、で、このドライバーとチームでのチャンピオンを両方取り続けてる。ずーっと取ってんの？ずーっと取ってます。あの超優勝候補じゃん。もう本当に問答無用の最強チーム。巨人だね。そうそうそう、巨人だ。もうなすすべがないみたいな。うーん、そんなに強いんだ。予算規模もでかいし、うん、速いし、壊れない。へー。でドライバーもめちゃくちゃ強いっていうのは、もう救いようがない。まあ、それはドライバーだってそれはな、勝つチーム行きたいもんな。そう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 、ここまで来たらな。もうその今メルセデスで活躍しているルイス・ハミルトンって選手が本当に強くて、まあなすべがない、本当に。あ、そうか、だから新しいルールというか、うん、こう新しいルールになってから伸びたって意味では、じゃあ野球で言ったらソフトバンクに強いかも、ね。ああ、まあそうですね。ここ数年ずっとソフトバンク優勝してるけど、うん、やっぱそのネットの力だったり、そう、うん、ね、その3軍とかの育成とかデジタルを取り入れてプロ野球界は今もう席巻してるから。本当、うん、ね、2010年までは中の上か、うん、中の中ぐらいのチームだったんですよ。じゃあソフトバンクが本当に一気にドーンってなった。その多分ルールが変わって一個一回リセットされた時に、うん、今までの準備というか、そうそうそう、未来を見つめてた分だけ頭抜けたわけだ。そう、もう本当に突き抜けてるから。あ、まあ、じゃあこれは覚えやすいわ、うん、メルセデス・ベンツはソフトバンク・ホークスだ。そう、まあ、うん、今のところ最強。最強で2つ目、お、2つ目とスクーデリア・フェラーリの出たよ。まあ、スクーなんとかも何も聞き取れんかったけど、うん、フェラーリ、うん、スクーデリアチームって意味なんですけど、まあイタリア語で、まあチームフェラーリ、なめんねんすよ、チームフェラーリね。そうそう、で、じゃあこれもワークスチームなわけだ。ワークスチームですね、はいはい、車体もエンジンも作ってる、うん、さっきもワークスチームですね、うん、フェラーリってスーパーカーめっちゃ有名じゃないですか、うん、そうだよ。ただね、フェラーリってスーパーカーを売るのが目的じゃないんですよ。え、ほんと？そもそもフェラーリって
F1 に参戦するための小遣い稼ぎで市販車を売り始めたんですよ。やばいな。本当。え、なんかちょっとプライベーターみたいなノリないそれ。もう逆にもうでもね、本当にプライベーターって言ってもいいと思うけど、うん、もうちょっと規模もでかいし、もうエンジンも作っちゃってるから、もう、まあ、もうほぼワークスだみたいな。ほぼまあワークスはワークスだわなってなるけど、うん、本当に歴史のあるチームで、1950年に F1 が始まったんですよ。うん、まあ古っ、70年前。で戦前も合わせて。もう結構歴史あるんですよ、うんうん、ただその50年に始まった F1 から今まで一回も撤退せずに参戦してる唯一のチーム。ああなるほど。あだからあれだ、プロ野球で言ったら巨人とか阪神だ。そずっと最初から言ったらだから、うん、フェラーリの歴史ってイコール F1 の歴史なんですよ。あ巨人阪神じゃない。本当に歴史のあって、うん、そんだけ歴史も古いからもう一番勝ってる、うん、チャンピオン。まあ数がね、数が違うから。そう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 、うん、やっぱ名門中の名門、うん、ただちょっと昨年、うん、開発につまずいちゃって、うん、チームが10チームいる中でランキングが6位に低迷しちゃったと。6位が低迷ってぐらいも基本上位の。そうそうそう、まあ本当に2位とか3位とか、まあ今までずっとメルセデスが勝ってたけど、でもまあその上位3チームには絶対入ってたのが、うん、去年グレーゾーンつけすぎてて、それはダメなんじゃねえかってイチャモンつけられて、うん、それが原因でドーンって下がっちゃった。はあ、うん、なるほどね。そうだからまあ今年どんぐらいマシになるかなっていう。なるほどなるほど、うん、そこが期待のチームですね。まあでももともと実力もあるし歴史もあるしみたいな、うん、だからねちょっとエンジンも今回作り変えて、うん、今年こそはやるぞっていうチームなんで、うん、まあそこは期待できるかなって。じゃあこれは、F1 界の巨人ということ。巨人ですね。そうだね、古豪で優勝回数は多いけど、うん、ちょっと最近新しいチームに押されてるよって。そう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 、巨人ってことでしょ。もう頑張れってこと。覚えた覚えた、もうこれ覚えた。フェラーリは巨人。巨人、はい、じゃあ3つ目、うん、これもまた結構新しめのチームなんですけど、うん、レッドブルレーシング。レッドブルって聞いたことある。俺じゃない、あの小林ライトの方が、はい、よく飲んでる。あ、まあ、追い込まれた時によく飲んでる。エナジードリンク界の重鎮。あまあそう、あれが母体の F1 チーム。そう、レッドブルって F1 チーム持ってるんです。あ、やっぱそんな儲けてんだなあいつら、うん、2000年代入ってから生まれたチーム、うん、まあそれまでの F1 チームを買収して誕生したチームなんですけど、ただね本当強いチームで、うん、もう2010年から2013年まで4回チャンピオンを取ってるっていう、うん、その最近来たのにどうだね。そうそうそう、まあ初めはちょっと低迷してたけど着々と実力をつけて、もう10年代に一気に花開いた。まあ、だからメルセデスにちょっと近いっちゃ近いんですよね、立ち位置的には。けどまあメルセデスの方がまあ資金力というか、まあそうですね、ワークスの安定感でグンと言ってんだ。レッドブルはまあ一応プライベーターだけど、やっぱ技術力というか、うん、そういう革新的なあれがあったんで4回のチャンピオン取れたっていう。なるほどね、うん、まあ、ちょっと新しめだけどみたいなところで行くなら期待を込めて、俺ファンだから楽天イーグルスにしようかな。楽天か、あーなるほどね、 IT 企業がこう新規参入2000何年かにしてこう優勝もしたし、そうそうそう、ちょっと楽天みたいな感じでちょっとこうデジタルな勝てない、あの要は今までのプロ野球ではやってないこととかをチャレンジして結果を出そうとしてる感じ。そうか、楽天。そうだ、あそうでしょ、あぴったりですね。そう、あじゃあ楽天が、うん、1回しか優勝できなかったんじゃなくていやいや、まあまあ結構神スリーみたいな。そう、まああの常連になったみたいな。今のそうメルセデス、フェラーリ、このレッドブルが今の F1 の三強、そう、神スリーですね。そこにその新規参入で入るっていうのが面白いよね。なかなかね、まあこのレッドブル、ちなみにホンダエンジンを使ってます、ね。おお、そうそうそう。これは結構ね、まああの日本人でもファンが多いチームですね。なるほどね。まあ分かりやすいですね、レッドブルって言われたら。ダブルセブン、ダブルセブン知ってる。あれのボンドカーで有名な自動車メーカー。ーよし、お前ら F1 に行くぞ。貴族の遊びをしだしたわけだ。そう、貴族の遊びをしだした。